こんにちは、だるままさむねの蔵元、合資会社白木常助商店の白木茂里と申します。今日はこの20年越しについて、飲み方や楽しみ方、保存方法などをお知らせしたいと思います。まず日本酒を熟成したものってあるのって思われた方も多いと思うんですけど、あるんですよ。鎌倉時代から江戸時代まで日本の大切な文化として飲まれていました。でも、戦争中一旦、途切れてしまって、また戦後復活してきたっていう、そういう歴史があるんですよ。うちでは昭和46年1971年から私の父が、熟成古酒、日本酒を熟成したものに取り組み始めて、もう50年以上になります。今日ご紹介する20年古酒なんですけど、このお酒とっても美しいトパーズ色、結構濃いですね。もうこれ日本酒とは思えないほど美しい色なんですけど、この色はお酒の中の自然な糖分とアミノ酸からだんだんと現れてくる色なんですよ。そしてすごくこう蜂蜜とか黒糖とか、そんなようなこうすごくいい香りがして、20年越しはね、結構しっかりした味わい、甘くて、どちらかというと食後をゆっくり飲んでいただくようなお酒だと思います。チーズとかドライフルーツとかナッツとか、あとチョコレートとかアイスクリームにかけてもとっても美味しいですよ。あとはね、やっぱりお肉料理とか中華料理にも合いますよ。でもあんまりこう冷ややっことかお刺身とか、そういうものにはあんまり合わないと思うので、できればお肉料理とか、あとチーズとか、そういうものに合わせてみてくださいね。飲む温度は私は常温をおすすめします。あまり冷やさず、冷やすとちょっと香りが平坦になるので、常温でこうちょっとこう口の広がったようなグラスでゆっくり飲んでいただくことをおすすめいたします。あと保存方法なんですけど、例えばもう全部飲めない時もありますよね、大きい瓶だと。だから半分飲んで、もう冷蔵庫には入れなくていいので、お部屋の片隅、直射日光の当たらないところに置いて、しばらくゆっくり時間をかけて少しずつ飲んでいただいても大丈夫です。ワインとかだと早く飲まないとダメだよとか、そういうことを聞くこともあるんですけど、日本酒の古酒、だるままさむねの古酒はすごく脂質、お酒の質がしっかりがっちりしているので、少しずつゆっくり時間をかけて飲んでいただいても悪くなったりしないので大丈夫です。ぜひゆっくり楽しんでみてくださいね。日本酒って楽しいね。